かろうじて言ってます。霊忍者、今日は霊忍者やつですね。霊忍者新世代忍者、忍者ショーで忍者ブログってことです。これいいですよ。これ物理科学、科学同人ってあれ戦国にあったんですね。戦国にフラスコ、これなんかこんなことを切るとバチが当たるんじゃないかと思って、なんかそのどんなバチが当たるか僕楽しみでしょうがない。そんな楽しみじゃないですか。なんかバカリズムの、バカリズムさんの写真、あれでも僕あんまり、バカリズムさんのアップの顔もかなりのダメージですけど、そこまで、そこまでじゃない。僕を倒すにはもっと強い、もっとじゃない。僕を倒してください、ドラゴンクエスト。正確でグルコースコードコッコさんですか、これは。ということです。水素結合、僕はこうやって本当は講義をしたかったんですよ。先生になりたかったのもありますけど、研究者になりたかった。僕は研究者になるために、僕は研究者は憧れてたんですよ。研究者に、いわゆる論文書く研究者に憧れてたんですよ、博士に。でブログをやるのもその練習の一環として文章を書いてた夢もありますよ。研究者とは何かって言ったら論文を書く人です。論文、科学論文、医者じゃない、治療じゃない、論文を書く。それでノーベル賞と引用されてノーベル賞、山中先生みたいな。臨床では治せない、臨床医学では治せない、まあ、研究で治すノーベル賞レベルになりたかったんですけど、そのなんか練習の一環としてブログで文章書こうと思って、それでもうやめたというね。研究者、なんか大学、もう大学もう離れてますけど、嫌いなわけじゃないですよ。僕は大学が好きですけど、好きで行きたいんですけど、何かが止めていて、なんか人口が減るような、なんか人を悲しませるような気がしてしょうがない。言い訳ですかね。全部それでこうマックに居続けるというわけなんですけどね。でも学問は大好きだと言わずとして、大学が嫌いなわけで、あ、なんか隣人が聞こえてました。三竹進さん、僕は企業、僕は社長ですね、大体の。オートバイオイメージヌクレアバイオイノベーション、なんとかさ、フォートンの江守先生って、江の森先生って書きますけどね、あれ江守徹さんを、先輩の江守徹さんまでしました。江守先生がまたあれですよ、なんか気が優しそうな先生で、江守先生っていう、なんか気が弱そうで優しそうで、なんかエロそうな先生なんだ、江守先生。東大の生物科学、まだあの頃は若手でしたから、山本正幸先生っていう大御所がいるんですけどね、生物科学、東大の理学部の生物科学いたんですけど、もう学会の長になるぐらいの山本正幸先生の下の助教授みたいなの、研究室の助教授みたいな、江守先生って言っていたんですけどね、その人に生物療法で習ってました。江守先生習ってましたけど、志村先生とね、またこの先生の講義はまた全部フリートークなんですよね。全部黒板のなんかプリントを渡してずっと喋りっぱなしというね、あまり晩酌もせずに生物科学のことをずっと話すという、何も見ずに話す、
そういう授業でしたけど、それを生徒は聞いて、数少ない15人ぐらいです。数少ない30人ぐらい多いと。で、あとはプリント、ボートですよ。フォートンと似てる。ボートの、教科書を読んでください。指定図書で、指定教科書ですけど、買ってもよかったんですけど、買えませんでした。そういう講義でした。まあ、そのフリートークがすごかったと。生物、生化学のことは。ちなみに山本正幸先生っていうのは今、どっかの偉い人になってるかもしれないですけど、なんか、人のいいおじさんみたいな。人のいいおじさんみたいな。生徒が寄りつきやすい、気のいいおじさんみたいな。おじさんちだし、気のいいおじさんみたいな。おじさんちだし、気のいい、なんか先生した。教授みたいな。教授です。偉いですけど、山本正幸先生。その人も、授業でしたけど、やっぱり同じで、もうほとんどフリートークですよ。紙を出してずっと喋り続けるという。90分喋り続ける。特別何のあれもやるわけでもなしじゃない。